ロガーベン・アージェロ・バーナディーナは、オランダ領アンティルキュラ総統、ウィレムスタッド出身のプロ野球選手。左投げ左打。2021年現在は、オランダフーフトクラッセのキュラソーネプチューンズ所属。2001年、アマチュアフリーエージェントで、モントリオールエクスポズに入団。2008年6月28日、ラスティングスミレッジの故障に伴い昇格。6月29日にメジャーデビューを果たし、初打席で安打を放った。2013年開幕前の3月に開催された第3回ワールドベースボールクラシックのオランダ代表に選出された。シーズンでは8月19日にナショナルズから自由契約となった。8月21日にフィラデルフィア・フィリーズと契約した。オフの10月17日に FA となった。2014年1月31日にシンシナティレッズとマイナー契約を結んだ。3月30日にレッズとメジャー契約を結んだ。開幕後は23試合に出場したが、打率.143と低迷し、5月3日にリーフとなり、5月5日にAAA級、ルイビルバッツへ降格した。5月6日に、レッズと再びメジャー契約を結んだ。再昇格後は21試合に出場したが、打率は1割台から復調せず、6月21日に、再び、リーフとなり、6月27日に自由契約となった。7月8日にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結んだ。9月2日に、第1回フランス国際野球大会のオランダ代表に選出された。同大会でオランダ代表は初代優勝国となった。大会終了後の12日に第33回ヨーロッパ野球選手権大会のオランダ代表が発表されたが、MLB との都合上メンバーには選出されていない。帰国後、メジャーに昇格して数試合に出場した。オフにフリーエージェントとなった。11月30日にベネズエラのウィンターリーグであるリーガ・ベネソラーナでベースボールプロフェッショナルに参加し、ティブロネス・デ・ラグアイラに所属することとなった。12月24日にコロラドロッキーズとマイナー契約を結んだ。2015年のスプリングトレーニングに招待選手として参加した。同年はAAA級アルバカーキアイソトープスに所属した。11月6日にFA となった。2016年2月8日にニューヨークメッツとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。オフの9月7日に第34回ヨーロッパ野球選手権大会のオランダ代表に選出された。同大会で優勝を果たした。12月1日に韓国プロ野球のキアタイガースと契約した。キアでの登録名はボナリナ。2017年8月3日の KT ウィズ戦にて、韓国プロ野球史上22人目のサイクルヒットを達成。2018年限りで退団。2019年3月30日、BC リーグの石川ミリオンスターズへの入団が発表された。しかし、公式戦の出場がないまま退団し、4月18日に、台湾プロ野球のラマゴモンキーズへの入団が発表された。6月30日に解雇となった。7月16日にメキシカンリーグのラグナユニオンコットンファーマーズと契約。2020年はオランダフーフトクラッセのクイックアメルスフォールトでプレー。2021年はフーフトクラッセのキュラソーネプチューンズと契約。ありがとうございます。